はい、どうもこんにちは、千代田光一さん。けども覚えて帰ってください。さあ、今回はですね、特に何かテーマを決めて、3時の動画を撮ろうみたいなことではなかったんですけれども、たまたまですね、覚醒ルッチと対マンすることがあったので、まあ、その様子をね、お見せしようかなというふうに思ったので、はい、動画させていただきました。本当は、あの、サンジの、まあ、僕が普段使ってるね、まあ、日常的に使ってる、こう、なんていうんですかね、こう、日常動画というか、まあ、そういう感じでお届けしようかなと思って、深夜に撮っていた3連戦を今回はご紹介するんですよ。で、まあ、2戦目で、覚醒ルッチと戦うんですよね。前回の動画で、まあ、イーストブルー、まあ、青の、なんでしたっけ、カリウドっていうところでね、とにかく、人獣にするなと。もうゲッターモード中に何としてでも狩るんだ、チェンジさせるなっていうところをね、まあ今回前回ピックアップさせていただいたんですけれども、今回はもう人獣なってどうしようかなっていうところ、初手うっかりランケク当たっちゃうんですよ下手こいて、はい、そういうところからもあります。はい、でまあ1戦目普通にやっていて、でちょっと自分の中で気分が乗ってきて、3戦目はね、ちょっと実況込みでやっていくんですけども、逆に3戦目はルッチでサンジをボコボコにしてきたんですよ僕、まあ、ずっとサンジでね、まあ、ルッチだのブルーノだの、まあ、現環境ゲッターをこう KO してきたんですけれども、逆にもルッチでやったろうと。もう僕的にはルッチ目線では正直サンジ全然怖くないんですよ。リアれちゃうんですよ。ただまあ僕のサンジは負けないんですけど、まあそういう、なんかこう、サンジの視点と、まあルッチの視点もこう楽しめる、今回は3連戦を取ってきたので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思っております。はい。ドラム塔ステージ。まあこういうね、まあ、すぐ飛んでいけないんですけれども、サンジは移動速度上がりますし、で、すぐに裏のフォローも行きやすいので、このステージは結構こう見れちゃいますね。まあ、下飛び降りちゃえば、ぴゃっていけるんで。で、よくね、珍しいキャラがいるんで、まあ、彼女は貯めることしかできないので、その1000倍特許は、奪っちゃダメだな、というところで、まあ僕はすかさず、前線に戻ってまいりました。はい。ヨークと僕だけになってしまいましたね。はい。まあ、ここから敵分を送るので、まあ、なんとしても味方が来るまではここで耐えてやろうと。いうところでね、愛の力張ってやってますけれども、まあ、ここまで来たらもう防御力ももうね、十二分に溜まっておりますので、まあ、ブースト中の火力でも結構そんなにロジャーがダメージ受けないっていうところでね、そこら辺は良かったかなと。はい。ダウンさせられてこの程度ですね。で、もう愛の力溜まってるんですよ。さっき発動したばかりですよ。もう、溜まってるっていう。もう、これは恐ろしい。で、気がついたら敵のブースト終わって、で、すぐそ、フォローで、オンドレアストライクですね。はい。たまらんでしょ、これ。いや、ほんとにね、もうサンジは強くなりました。でもこれはもう使わな損ですね。ボニー来ましたけれども、なぜこのタイミングでサンジと同じ属性、役職で出したのか、意味がわからないですね。はい。ということで、続けて第2戦目でございます。はい。ここでルッチが遊びに来るわけですよ。まあちょっと、ポイントというか、まあ僕が気にしているところを、まあなんかお話できたらと思うんですけども、まあ来るわけですよね。まあルッチね、使う上で大事なのは、やっぱり視覚外からランケクを発動させて、やると。はい。これ避けないといけないです。これあと予測しないといけないです。で、こうなってしまったら、もうあとはもう、ね、ちょっと張るしかないんですけども、このルッチはあれですね、僕が愛の力を張ってる間にスキルを使ってくれたので、これは運が良かったですね。はい。で、吹き飛ばしで、まあ、やるんですけれども、あのね、正直、人獣ルッチは、なかなかこう勝負は決まらないんですよ。本当に。もう回復されちゃうし、で、防御力も上げてしまうんで、やっぱ燃焼とか、やってしまうと、なかなか試合がね、ねえ、決着がつかないっていうところで、まあとにかくこっちがもう気をつけないといけないのは、絶対にこう、スキル当たらない。もう今当たっちゃってるけど、今のじゃすごいちゃうんかよって感じなんですけども、そうなんですよ。もうこれは仕方がないですよね。はい。で、うっかりしちゃったら、もう愛の力張って、お茶を濁す。やっぱ、その、どちらも防御力無視っていうところが本当にきついんですけど、愛の力張っちゃえば別になんてことないんですよ。はい。で、ここね、ちょっとしびれ切らして、乱脚にかけたんでしょうね。甘いですね。オンドレアストライクですね。まあ、人獣からね、やっぱゲッターモードになってしまえば、もうこっちのもんです。ただ、こっちも動けないので、まあ、そこら辺がね、
ちょっと厳しいんですけども、まあ、ルッチ側からしたら大事なことって本当にもう防御力無視の、まあ、通常攻撃ね、その体力依存のあるじゃないですか、何パーセントか忘れましたけど、まあ、以上の時防御力無視でいけるっていうところ、そこら辺のこの、ね、特性の強みを最大限に生かしてやっぱ戦うことが大事なんで、まあ、その良さっていうのを今のルッチは生かせてなかったのでね、まあ、勝つこともできたんですけども、まあでもそんな負けることもないですね、はい、愛の力とやっぱり主眼、避けるべきスキルをしっかり避けるっていうところをね、やっぱり回避がね、一つしかないですから、無敵スキルがないので、一つは回避、一つは愛の力で受けるっていうところを、まあ、しっかり意識してやれれば、問題ないと思います。はい。で、まあ、なんだかんだね、返り討ちにして、今から乱戦ですね。で、まあ、敵ブー終えて、こっちのブースのターンですね。はい。もう、こうなったら、サンジは止まらんよ。もう、歌なんかじゃもう、何もできないから、本当に。でも、ゾロの、もう、そういう、なんですかね、こうゾロの攻撃ってちまちましてるんでそんなに脅威じゃないんですよね。こうアルベルとかロジャーとかやっぱこう一発の重みがあるキャラってちょっと怖いところあるんですけど、ゾロはねこう通常攻撃あとは割合ダメージをこう絡めてねちまちまやってくるキャラなので非常に相性があるですね、サンジとは。スキルも溜まっちゃいますし、はい、というところで、男子説明どうぞ。さあ、やっていきましょう。サンジ来い、サンジ来たー、ぶっ倒すわ。あ、しまった、メダルビール忘れた。やってるー、カミソリ。これ取らんでいいよな、取ってくれるよな。オッケーオッケーオッケー、行こうか。あ、そっか、そっちっすか。サンジさん、バレるかな。バレるな、バレたわ。変わるか、これ食らっていいよ。ここやな、やんな。うん、この人たち2人相手か。ワンワンからの何なんかだいぶ削れたね。一発一発、はい。うん、時間稼がれたな。一発、はい、終わり。さよなら。何？耐えるね。一発、ジャスト入って、はい、ここ、ロックオー、ガンド。いや、もうルッチ強いな。なんだかんだで、ね。アタックかみたいなことしてるな。そろそろ仕事したいんやけど。ちょっと待って、あいつを逃がしたくない、マジで。あいつ逃がしたくない。フリーにしたくないな。ワン、ツー。ここで、ダーンでしょ？で、俺が逃げろ。完璧。サンジとか怖くないんで、ルッチ使ってるにはね。耐えれるよな、ここな。あ、危ないか。カミソリ。ナイス。ここは、守りのルッチで。ジャスト入れない。はい、ここ。サメラ。オーケー。お、これ間に合うんや、今の。あとは、任せようか。オッケー。来たな、サンジ。あ、サンジなかったわ。うまい。一発？カミソリしといて。はい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 。いや、ゲッターモード中は、ちょっときつい、さすがに。それはそう。それは本気。ちょっと待って。食らいたくないな。いろいろ。やめてよねん。はい、効かない、効かない。パケ使った。キングを好きにさせやがんな、何よりも。あ、ミスった。よい、お、やりますな。まあでもそうなんですよ、ルッチ使ってるサンジは怖くないです。ありがとうございました。